こんにちは、アングロです。今回の話題はこれです。ドーン。 EU でビットコインを禁止する規制案が提出された。ビットコインはどうなってしまうのか。にっかしゃーす。ニュースドーン。欧州議会、仮想通貨規制案にプルーフオブワーク銘柄禁止を盛り込む可能性。ビットコインを禁止する提案。欧州議会は環境的に持続可能な公正査定メカニズムを基盤とする仮想通貨サービスの提供を禁止する方針を打ち出したい模様。経済金融委員会の委員長はこの提案が承認される可能性は非常に高いと考えている。まずはプルーフオブワークについて簡単におさらいします。プルーフオブワークは暗号資産の取引を承認する仕組みの一つです。誰かがビットコインを送金した時にその送金を承認する作業をマイニングと言い、マイニングする人のことをマイナーと言います。マイナーたちは平均10分間隔で一斉に計算競争を始めて、一番早く答えを見つけたマイナーが送金を承認してブロックチェーンに追記し、報酬として新しいビットコインをもらっています。計算競争はくじを引くような計算なので、運が良ければ性能が悪いマシンでも勝てることがありますが、性能が良いマシンの方がくじを引くペースが早いので勝率が高く報酬を得やすくなります。そこでマイナーは性能の良いマイニングマシンをたくさん揃えて勝負に挑み、コインの人気が高まってマイナーが増えるほどマイニングマシンの全体台数が増えていきます。マイニングマシンを動かすには電力が必要なので、マイナーが増えるほど全体の消費電力が増えます。例えば、全部で1万台のマシンでマイニングしている時の電力と、全部で1000万台のマシンでマイニングしている時の電力は全て同じマシンと仮定すると、消費電力は単純計算で1000倍です。マイナーが増えるほど計算競争で正解が発見されるまでの平均時間が短くなり、新しいコインが増えるペースが速くなってしまうので、平均10分くらいになるように計算の難易度が自動で調整されています。つまり、マイナーが増えて消費電力が増えても新しいコインの発行ペースは変わりません。以上がプルーフオブワークのおさらいです。そして今回、EU の議会でプルーフオブワークの暗号資産を禁止する規制案が提出されました。プルーフオブワークの暗号資産の代表はビットコインなので、ビットコインを禁止と言っているようなものです。禁止する理由は、環境的に持続不可能なコンセンサスメカニズムだからです。つまり、プルーフオブワークの暗号資産は、需要が増えると消費電力も増える地球環境に優しくない仕組みだからです。火力発電所は発電時に二酸化炭素を排出するので、消費電力が増えるほど大気中の温室効果ガスが増えやすくなり、地球温暖化につながります。なので、地球環境に優しくないビットコインは禁止しようという考えです。では、ビットコインの消費電力量は具体的にどのくらいなのかを見てみます。引用するデータは、ケンブリッジ大学の研究結果です。ちなみに、日本全体の年間消費電力量を1人当たりに換算すると、2020年は 7446kWh です。この動画では、電力の単位は、テラワットアワーを使います。1テラワットは10億キロワットなので、日本人1人当たり 0.00007446 テラワットアワーです。ずっと!オレンジ色の線はビットコインの年間消費電力。灰色の線はハッシュレートです。ハッシュレートはマイナー全体の1秒あたりの計算回数です。マイナーが増えるほどハッシュレートが増えるので、ハッシュレートと消費電力は同じような動きをしています。過去最低は2010年9月につけた 0.00048 テラワット。日本人64人分の年間消費電力量です。2013年のキプロス危機で需要が急増し、2013年8月に初めて1テラワットを超えました。日本人13万4300人分。その後も増加が続き、仮想通貨バブルの価格が頂点をつけた2017年12月の消費電力は 33.8 テラワット。日本人約454万人分。そして2021年1月に100テラワットを突破。5月の暴落で60テラワットまで減少した後再び増加して、2022年2月に過去最高の148テラワットをつけました。148テラワットは日本人約1988万人分の年間消費電力量です。現在は 133.8 テラワット。このようにビットコインの消費電力は誕生から12年で大きく上昇し、100テラワットを超えるほどになりました。100テラワットは国の消費電力に匹敵するほどの大きさです。では国別の年間消費電力量ランキングと比較します。ランキング対象は世界196カ国。
国によって最新データの年が異なるので、国ごとに一番新しい年のデータを最新とします。結果、ドン！ 1 位は中国。2000年は1319テラワットだったのが、2020年は7623テラワット。20年間で 5.8 倍に増えました。2位はアメリカで4049テラワット。2007年以降上昇が止まっています。エコです。1位と2位を消します。チェンジ。3位はインド、4位はロシア。日本は昔は3位でしたが、2011年に過去最高の1100テラワットをつけた時計書がつき、5位に落ちました。続いて、6位カナダ、7位ブラジル、8位ドイツ、9位フランス、10位韓国となっています。このようにトップ10は500テラワットを超えています。トップ10を消します。チェンジ。11位からサウジアラビア、イラン、トルコ、イギリス、メキシコ、イタリア、インドネシア、スペイン、ベトナム、台湾、南アフリカ。トップ21までは200テラワットを超えています。下の方に急上昇しているオレンジ色の線があるのが見えますか？そうです。トップ21を消します。チェンジ。22位からエジプト、タイ、ポーランド、スウェーデン、マレーシア、ノルウェー、パキスタン、アルゼンチン、ウクライナ。そして31位にビットコインがランクインしました。ビットコインの2020年の年間消費電力推定の平均は131テラワット。フィリピンやオランダを超えています。ちなみにビットコインの2021年の平均は 103.7 テラワットです。このようにビットコインの消費電力を国と比較すると196国中31位までありました。以上参考にビットコインを気にすれば地球は救われるのか予想すると、それは、禁止で地球は救われないと予想します。理由を説明します。ずっと。これは1985年から現在までの国別の人口です。中国とインドの増加がついていて、2020年の中国は14億3932万人、インドは13億8000万人。特にインドの増加の勢いが凄まじいことになっています。3位はアメリカで3億3100万人。1位と2位を消します。チェンジ。日本は1995年までは7位でしたが、少子化で人口減少がつき、2020年は11位まで下がっています。このように1億人以上の国で減少がついているのは日本とロシアだけです。次っと。青い線は世界人口。赤い線は世界の年間消費電力量です。人口の増加ペースは1950年くらいから勢いがつき、1985年は48億人だったのが、2020年は78億人。35年間で 1.6 倍。そして注目なのは世界の年間消費電力量です。1985年は9892テラワット。2020年は25877テラワット。35年間で 2.6 倍になりました。青と赤の線の間隔が急激に狭くなっていることからもわかるように、消費電力量の増加ペースは人口の増加ペースをはるかに上回っています。これが何を意味するのかというと、電力をたくさん使える人が増えた。つまり、経済発展によって豊かな生活を送れる人が増えているということです。豊かな生活を送れる人が増えることは喜ばしいことですが、この人口の増加ペースと一人当たりの消費電力量の爆増が続くと、世界の年間消費電力量が倍増するのは遠い話ではありません。50ペタワット追記。ビットコインの2021年の年間消費電力推定の平均は103テラワット。世界全体の 0.4% です。ビットコインなどの暗号資産は個人資産を自分で管理し、インフレや資本統制から守るために利用する需要が常にあり、保管や送金にかかる時間や作業のコストの観点では従来の通貨や金商品より圧倒的にスマートです。さらに暗号資産の仕組みを利用して経済活動を低コストで安全かつスムーズにできるようにすることは、二酸化炭素の排出量を減らすことにつながる可能性があります。例えば、話題のメタバースへの経済活動が普及すれば二酸化炭素の排出量が減り、メタバースで暗号資産を使えば取引も安全にできます。
なので、プルーフ・オブ・ワークのコインを全面禁止して暗号資産の普及と技術の発展を鈍らせるよりも、世界全体の消費電力量の指数関数的な上昇を緩めながら人類を持続可能にするために使える科学技術を発展させることが重要で、EU はそう判断することに期待したい。彼らならできる。暗号資産が世界を救う。ビットコインは終わらない。ずっと。これは1トランザクションあたりの消費電力です。ビットコインは 1173kWh。 イーサリアムは 87kWh。 イーサリアムは 2.0 のバージョンアップでプルーフオブワークからプルーフオブステークに変わり、消費電力が 99% 削減されて 0.87kW になる見通しになっています。以上、EU でビットコインを禁止する規制案が提出された、ビットコインはどうなってしまうのかの回でした。この動画が面白かったらグッドボタンお願いします。富岡さんご視聴を見極めるためにチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。